こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。世界で一番旭日旗を愛しているあちらのお国ですが、イングランドのサッカーチームすべてに旭日旗の使用を控えるようメールを送信したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。全世界で旭日旗大綬キャンペーンを着実に展開してきた聖心女子大ソ・ギョンドク教授が、イングランドのプロサッカープレミアリーグ EPL 全20球団に旭日旗を使用してはいけないという内容の電子メールを送ったと明らかにした。 EPL 所属のリバプールは昨年末、映像で旭日旗形状が入ったイメージを使用し、マンチェスターユナイテッドは自主制作紙で旭日旗を登場させて議論となった。また最近 EPL 球団の SNS と観客席などからも旭日旗の写真がしばしば発見された。ソ教授は、世界のサッカーファンたちの耳目を集中させている EPL で旭日旗がしきりに登場することを非難するだけではなく、旭日旗の正確な歴史的背景を全球団に正しく知らせたかったと話した。今回のメールには、国際サッカー連盟 FIFA の参加機関であるアジアサッカー連盟 AFC が2017年のチャンピオンズリーグ予選当時、旭日旗応援を繰り広げた日本の川崎球団に罰金1万5000ドルを課した事実を強調した。また日本の旭日旗はドイツのハーケンクロイツと同じ意味である戦犯旗という歴史的史実を盛り込んだ映像と、世界的なスポーツ企業が旭日旗模様を使用したが後に削除した事例集を添付した。ソ教授は、今回の EPL 全球団をはじめ欧州四大サッカーリーグであるスペインラリーガ、ドイツブンデスリーガ、イタリアセリエ A の全球団にも近いうちに同じ内容のメールを送信する予定だと説明した。一方、ソ教授は、東京オリンピック旭日旗応援大使のために10の言語で制作された旭日旗戦犯旗のデザインファイルを米国や中国などの市民団体とともに SNS で全世界に広めている。それではネットの反応です。こういう記事を推薦してメインに表示させるようにしなければなりません。たかがメールを送ったからと彼らが読むという保証はない。あまりにも素人みたいな対応をしている気がする。欧州の球団があの模様を利用して応援の道具にすれば、むしろ拍手を送って喜ぶ韓国人はどうしたら満足するのだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。